ぜひ聞きたいんだというふうに、はい、よそきな。上田市から来ました、党員の西川と申します。ご苦労様です。最近、参政党は、原口議員とすごく仲がよろしいじゃないですか。まあ、それも踏まえて、松田代表、個人的に、こう、参政党に近いなというか、参政党に、まあ、あわよくば加わってくれてもいいんじゃないかなとか、そんな風に思える、もし他党の方とかいましたら、ちょっと伺ってみたいなと思います。原口議員のことは私何も聞いてなかったので、びっくりした人間です。あまり神谷さん言ってくれないんです。いや、びっくりしました。正直言って。だからちょっとコメントは差し控えます。入ってほしいなと思う議員の方、私も親しい人たくさんいます。昔、次世代の党で私もやってましたんでね。で、今自民党で復活した人たちも、当時の志を持っている人たちがいますね。本当は、ああいう方々に入ってもらって、やっぱり国を守っていくというか、国の尊厳を守っていくという立場で、こうね、大いに共闘したいなっていうのが、私の本音ですね。でも、そういう方々に安心して、私と再び組んでもらえるためには、もうさっきの質問もありましたように、参政党が知られてないんですね。だから、ああいう人たちも、参政党の広がりというものに対していまいち不安を持っているので、私たちがもっと党勢を強めて、そういう志のある議員が安心して、参政党に移ってくれる政党に早くしなきゃいけないんじゃないかな、というふうに思っています。はい。はい、ありがとうございます。お時間、そろそろということで、時間が過ぎましたので、